はい、どうも、レギです。実はですね、この間、かくれんぼをしていたら、この湯の花大渓谷っていうステージで、絶対に見つからないんじゃないかって場所を見つけたのね。なので、今回、塗りのない、塗ること禁止のかくれんぼをしていきたいと思いまして、そこに隠れていきたいと思います。まあ、多分、サブネイル見ると、どういう風に隠れてるか分かっちゃうとみんな思うんですけど、あそこにずっと、隠れて、鬼を待って、見ます。いないいない、ばー。はい、ということで、今回このステージでね、隠れんぼしていきたいと思うんですけど、この間見つけた隠れる場所、ここなんですよ。ここの、布の中。この布の中行けば、バレないんじゃないかなと。布にこら、隠れられるから、ちょっとね、出てるけど、ちょっと出てるけど、ここならバレない疑惑。ほら、足がちょっと出てる。どうみんなこれ。鬼は走り回っております。売りの四角でも。キリオさんの方行ったな。キリオさん、大丈夫か？バレたか？バレたら一応スーパージャンプで戻ることとなってるんですけど。大丈夫かあれ、ヒデオさん。僕は、かくれんぼの天才なので、まだ見つかっていません。なんかいた気がするけど、まだ大丈夫。セーフ。ああ、ヒデオさん帰った。バレたんだ。あ、来た来た来てる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 。鬼来てる。なんかこっち見てるぞ。なんかこっち見てないか？僕、暇になっちゃったんですけど。やばい、バレてなかった。あれ、バレてなかったのか、上向いてたの。気のせいか、ナイスだわ。素通り。完全に素通り。これめっちゃ良くない？やっぱり。あ、味方剥き出して見られてる。やばい、バレた。ああ。完全にあれ、バレましたね。バレちゃいましたね。バイバーイ。待って、あっちから見たらバレるんじゃないか、俺大丈夫か？オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。バレないバレない。全然バレないぞ。見る角度によっては、もろ見えだぞ。ちょっと怖い。怖い怖い怖い。怖い。あ、バレてない。本当にバレてない。すごくね？すごくね、これ。この布の中に隠れるの最強かもしれんぞ。ただいま鬼が探し始めたから3分間が経過したんですけど、鬼全然見つけられてません。マジで探しております、俺のこと。一生見つからないと思うので、ネタバラシをしてきたらいいなって思うんだけど、できれば、ここの通路の横通ってほしいよね。あ、来た来た来た、なんか鬼来てるよ。鬼来てるぞ。ちょっとあっちから見えないだろ。どうだこれ。これ見えてるのか？ん？ん？あ？あ、これバレた？え？バレた？なるほど。ちょっと時間かければバレるのか。だってさ、こうやるとさ、何にも見えない。見て。すごくね？これ。何にも見えないよ。ああ、鬼落ちた。うなちゃんはどこに隠れてたの？何それ？キリオさん探してる？もしかして俺のこと。素通りしてる。すごいべ、イレオさんこれ。できるわ、イレオさんも。あ、うまい。うまいうまい。あ、やべやべやべ。興奮して落ちちゃった。実は僕もここに隠れようと思ってたんだけど、うなちゃんに譲りました。てな嘘でーす。ちょっとで、ねえ。ちょっと出てるよ。ちょっとってところが頭が出てるよ。僕ここで寝るわ。おやすみー。はい、ということで今回はピンクチームと青チームに分かれてピチ塗り対決をしていきたいと思います。まあ縄張りバトルするんですけど、ピチ塗りだけでやっていきましょう。位置について。よーい！スタート！さあ、始まりました。最後の、
最後の縄張りの判定で勝ったチームが勝利します。なので、他の人より他の人より多く、他のチームより多く塗った方が勝ちです。なんかね、ちょっとだけね、やりにくいんですよ。なんかね、スプラ2の時より難しくなってる感じがする。ちょっと待って、むずい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 、これ意外と難しい。俺じゃあちょっと真ん中から攻めるから、みんな端っこから、みんな端っこからよろしくお願いします。誰か攻めてきてる、俺のとこ攻めてきてる。てか上手くない？でも青チーム上手くない？青チーム上手いぞ。これ誰上手い上手い上手い。僕スプラトゥーン3でもペチヌリ上手いんですけど。やばい、この青の人上手い。ヒレさんだ。ヒレさんだぞ。これ上手いぞ、この人。待って、上手い。やばい、食われる。インク食われる。この青い人上手い。お、ヒレを待て。俺のとこやられる。塗りつぶせ、食い尽くせ、いけいけいけ。まずいまずいまずい、判定までいかないかも。まずい。いや、終わる。ちょっと。もうなんか、わかるわ、判定。うぃや、0.8% だって。痛い。はい、ということで、2回戦目を、この状況からしていきたいと思います。ちょっとチームを変えたので、次こそ、俺は勝ちたいなと思って、ピチ塗りが早いヒレオさんに入ってきてもらいました。ということで行きましょう。よーい、スタート！さあ、始まりました。まず全国横断するためには、まずこの真ん中から俺は線を引いていこう。これね、相手チームどんだけ食べれるかなんだよな。ヒレオさん上手くない？ヒレオさん上手くない？その、端っこから攻めるの上手くない？ちょっと待って。あいつ上手いぞ。あいつ上手い。よしよしよし。いけいけ、みんないけ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 。塗り尽くせ。オレンジで塗り尽くせ。ペチ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 。僕、やっぱりペチ塗りの天才なのかもしれない。つよつよ食いつくせ食いつくせ。ヒレオさんいけ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 。相手もう潜れなくなる。あ、ちょっとつよつよ。僕のペチ塗りは止まらないぜ。むしゃ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 。待って待って、ないもうないよ。オーバーキルした。もうない、塗る場所ない。僕色に染めた。KO、 これは KO だ。0% ひでえ。はい、よろしくお願いします。本日ホッピングソナーを使った遊びを考えてきたんですけど、実はこの間ヒーローモードをやった時になんかさらに面白そうな遊びになって、もうすでに任天堂さんが考えていました。僕は任天堂ダイレクトが出た時から同じことを考えていたのですが、きっとそれよりも早く任天堂さんが考えたのではないかなと思います。なんかうなちゃんの喋り方僕に似てね。僕のチャンネル乗っ取る気かもしれない。じゃあちょっと配置につこうと思います。一人がここ。で、一人が、ここ。で、もう一人が、ここ。で、もう一人が、ここ。上下左右、東西南北に分かれて、ポップソナーを置いてもらえます。で、それをジャンプで避けていこうと、思っているので、頑張っていきましょう。あ、うなちゃん、ひりおさん、違う、ひりおさん、ひりおさん、ひりおさん、何やってんの、ひりおさん。遠くなっちゃった、あいつ一匹だけ。一匹だけやっちゃったけど。あ、来るよ。来る。あ、来た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 。これ避けるぞ。これ避けるよ。やばい、このタイミング。で、これセンサー一発でも食らったらいけない。うわー、こっちからも来てる。うわー。あ、でも意外と耐えれた。意外と耐えれた。
なんかね、同時じゃないからかな。なんかみんな自由に置いてくれたんですけど、意外と耐えれた。アイスクリーム、アイスクリーム、お一ついかがですか？大丈夫。アイリアさん。すげえ、力持ち。アイリアさん。何やってんだ、お前。すげえ力持ちだな、ずっと思って。可愛いけど。可愛いけど。置いた方がいいんじゃない？重いでしょ。いないいない。ばあ、来る。いや、待って、むずい。いや、待って、むずい。マジか。いや、だから普通にセンサーついたけど、避けるのもむずいかも。わあむずい。ヒレオさん、なんか予備ジャンプしてる。予行練習してるぞ。行くぞ、ヒレオさん。よいしょ。さあ、ジャンプで、あ、センサーついてる。はや、僕無理。あ、無理、僕、あー行きますよ、ヒレオさん。はい。あー、怖い。あー、無理。さあ、避けれるか。ヒレオさん、センサーはついた。さあ、避けれるか。同じとこでジャンプしてる、ヒレオさん。すごい、うまい。大抵のことは気合と根性、大抵のことは気合と根性、気合と根性、イエーイ。うまい、ヒレオさん。僕は天才で優秀なのでクリアしました。はい、どうもロギです。本日はレーザーを避けていく遊びをしていきたいと思います。今ですね、まあ、我々4人は避ける側なんですけど、相手チームあそこに待機してもらってます。あそこの4人から今からレーザー撃たれるので、やられないように避けるっていう遊びをしていこうかなっていう感じですね。皆さんこんにちは、ヒレオさんチャンネルです。今日はレーザーを避ける遊びをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、じゃあ俺たちはあっちから来るレーザー避けるぞ。ヒレオさん、避ける準備できてるか？怖怖そうだね、レーザーを。怖そうだね。オッケーオッケー。みんなちょっと準備運動しとこう。みんな受ける準備運動しとこう、こうやって。そうそうそう。そう、こう、イメージはそうだよ。1、2、3、4、5、6、7、8。来るぞ。来た来た、やばい、やばい、ちょっと待って、やばい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 、おー、危ねえ、みんな痛い、痛い、痛い、痛い。みんな消えた。いなくなっちゃった。ヌシャン、僕やられちゃったんですけど。みんな大丈夫か？大丈夫か？準備運動しなくても避けられるんですけど。しっかり足りてなかった。ちゃんと、そうそうそう。そう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 。よしよし、これで。これで今回こそ、みんなで生還しよう。来るぞ。そろそろ来るぞ。気をつけろ。来たぞ。来たぞ。逃げてー。俺やられた。待って待って待って。やられたんですけど。お帰り。お帰り。ゆりやさんもやられたの。イカちゃんもやられてる。いないいない。ばー。ゆりやさん準備としなくて大丈夫か。来るよ。来るよ、来るよ、来るよ。やばい。いや、超危ない、おーい、危ない、あーあーあー、ヒレオさんだけいない。ヒレオさん、ヒレオさんだけいなくなったぞ。ヒレオさんだけやられました。これは落ち込んでますね。悔しいんじゃないでしょうか。はい、どうもロギです。本日はスプラトゥーン3で考えたミニゲームを使って遊んでいきたいらいいなって思うんですけど、スプラトゥーン3で新しく増えた要素ってイカロールなんですよ。で、今、みんなにはイカロールをやってもらってるんですけど、このイカロール、みんな何回連続でできますか？今回遊ぶ遊びは、このイカロールを両チームがやって、で、最後までイカロールをし続けられた方が勝ちっていうゲームをしていけたらいいと思います。なんか僕のイカロールチャポチャポしてんだけど、なにこれ？で、今から俺とイカちゃんが、イカロールをして、どっちが長くできるか、勝負していきたいと思います。よーい、スタート！
タート。さあ、終わった方が、あ、待って、開いて。開いて、待って。終わった？終わった。あ、終わった。なんか、勝った。こっちです。こっちに来なさい。ここの奥に行きなさい。そうです。あ、ああ、ああ、ひでよしさん。じゃあ勝負がついたので、違うイカちゃんと今回は戦っていきたいと思います。よーい、スタート。やばい。怖い。怖い。怖い。あ、待って、終わった？終わった？終わった。早い。早いな。イカちゃん、またヒデオさんに連れてかれちゃうぞ。君も、こちらに、いらっしゃい。このインクの跡のところに行きなさい。なんだこれ。ああ、ヒデオさん。ああ。ああ、ちょこちょこ攻撃されてる。別のイカちゃんが来てくれました。よろしくお願いします。先生堂々バトルしましょう。よーい、スタート！スタート始まりました。さあ、どっちが生き残るか。どっちが生き残るか。あれ？あれ？あれ？アウト？イカちゃん！アウト！アウト！僕は一体何人やればいいんだ、これは。ここに行きなさい、もう。ここで。ヒレオさんに連れてかれるぞ。ヒレオさんに。あー。なんかわざわざこの路地まで、誰も見てないところで。他の人が見てないところで、裏路地ってやつや。大学の裏路地や。あー。まだ俺たちイカロールが下手なので、練習しましょう。私含めてまだ慣れてない。まだ慣れてないし、スプラ3出て初日なので、ね、ちょっとだけ練習してからやりたいと思います。ね、この、四角自体が狭くてね、難しいんだよね。これのおかげでイカロールの練習になるかもしれない。ヒリオさんと俺違う練習してないか？また違った練習してないか？僕のイカロールが一番かっこいいです。ウェイ！はい、ということで練習は終わったので、今度はヒリオさん対イカちゃんで戦ってもらいたいと思います。よーい、スタート！さあ、イカロール続けられるか？あれ？あって今同時だ！セーフ！お互いセーフ！同時！先ほど同時だったので延長戦いきます。よーい、スタート。さあ、延長戦始まりました。イカの中身はなんじゃら、ほいほい。ヒロさん、今黄色チームのとこいた。あ、終わった、終わった、終了終了。おい、イカちゃん、練習したのか？イカちゃん、ちゃんと練習してたか？練習したんだ。じゃあ次のイカちゃんにやってもらいます。よーい、スタート。さあ、イカロール対決。どっちが長くて。ストップ！終了！ヒリオさん！終了！終了です。あれ？こっちのイカちゃんもアウトだ。練習してた？先ほどの対決もイカちゃんが負けてしまったので、もう一回いきたいと思います。よーい、スタート。さあ、ヒデオさん、あ、待って、あ、同時、同時、同時。今のは同時。セーフ、延長戦いきます。それでは延長戦、よーい、スタート。さあ、今回イカロール続く。待って、二人ともできなくなってる。壊れちゃった。大丈夫か？延長戦ずっと続くぞ。違うよ。僕はわざとだよ。よーい、スタート。いかちょっと待って、本当に同時じゃん。同時じゃん。おかしい、一生終わんない。これおかしいな。
このままずっと延長戦を続けてて、おかしいぞ。さあ、始まりました。イカの中身はなんじゃらほいほい。タコンの中身はなんじゃらほいほいと。どっちだ？あ！ヒロさん続けてる！イカちゃん負けだ！イカちゃん、ちゃんと練習してたのか？はははは。ああ、連れてかれる。さっきの二人さっきの二人ここにおる。ヒロさん、もしかしてこれは。君たちは、こうです。えい！ああ、リップアート。あぶね。シャフ、降りてきてる。ちょっと俺センサーでバレてるのやばい。はい、やり。ここ。なんで上がってくんの早いよ。なんで一人ずつ来んの。ほら上がってくるよ、味方。ヒレさんそこ来るよ。絶対いる、絶対いる、絶対いる。あーいや、大丈夫。無理無理。うひょー、あいだ倒した。あー、サメちゃーん。はい、どうも、なぎです。本日ですね、3人の方に集まってきてもらったんですけど、実はこの一番右のイカちゃん、回線がよろしくありません。で、回線よろしくなくて、ちょっと瞬間移動とかしたの。なんか、ちゃんと動いてるんだけど、俺の画面では動けてないので、その方を鬼ごっこの鬼にしたら、一体どうなるのかっていうのをちょっと今からね、やっていこうかなと思います。なんかね、回線がね、悪いんだって。はい、よろしくお願いします。ここにいるよな。よかった。回線落ちていなくなるのも。びっくりだからね。はい、よろしくお願いします。鬼が回線悪いみたいなので、まあ、ちょっと様子は見たいよね。どんくらい瞬間移動とかするのかっての。いる？鬼。怖いんですけど。みんな行くの早っ。あ、いた。俺、早い。今一瞬、なんかめっちゃ早かったよ。気のせいかな？鬼来た。ぴょんぴょん跳ねていた。逃げろ、みんな。逃げろ。鬼来てるぞ。瞬間移動するかもしれないから気をつけて。お、普通に足、早い。あ、ヒロさん捕まっちゃうよ。危ないよ。ヒロさん危ないよ。なんか、僕足遅いから危ないんですけど。ヒロさんめっちゃ追いかけられてる。ファンだ。ヒロさんのファンだ鬼。待って、来てる。イカちゃんイカちゃん捕まったが。捕まった。あ、捕まっちゃいました。鬼、普通に、生きてる。回線が生きてる。やばい、助けて。ああ危ない。俺と同じ服着てないか。うまくかわしてる。うまくかわしてるつもりなんだけど。助けて、ヒルヤさん。うわ、うなちゃんが鬼連れてきたんですけど。ヒルヤさん、助けて。ヒルさん助けて。うわ今、瞬間移動した。今、瞬間移動したぞ。見たか、みんな今。瞬間移動した、ヒルヤさん逃げて。今、やばかったぞ。なんでだ、雨の影響か。今、大雨だからな。大雨っていう大雨でもないけど、大雨だ。あー、怖い。オッケー。僕はここでちょっと休憩です。うなちゃん頑張ってください。待って、ヒルヤさん待って。ヒルヤさん、助けて。ヒルヤさん助けて。助けて、ヒルヤさん。鬼は？鬼来てる。そっち鬼いるよ、ヒルヤさん。瞬間移動するから気をつけて。あ、捕まっちゃうか？ヒルヤさん？大丈夫？うまくかわしてるぞ。うまい。登れてない。
なんか怪し方が子供怪してるみたいだな。僕避けるの馬、足遅いのに馬。あー危ない、危ない、怖い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 。どっちだ今どっちだったんだ。あ、こっちから来る。危ない、やばいやばい。あー危ない、全然回線落ちないんだけど。全然回線、わーわー。ねえ、またうなちゃんが連れてきたんですけど、もうなんか、うなちゃんといるとろくなことないんですけど、僕。あー捕まっちゃったけど、僕は、免疫があります。鬼に対して。これはもしかして、耐性を持ってるだけか。捕まってないのか、実は。あー、おかしい、シュークイドしたよ。何が起こった、今何が起こった。あ、やっと捕まった。何だったんだろう、何だったの今。僕捕まっちゃったんですけど。うわ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 うで、別府だと消えた。鬼いなくなっちゃいました。